三重像は約400万年前に日本の九州から関東地方にかけて生息していた古代像。学名はステゴドンミンシス。伊勢国川下郡名村で初めて発見されたので三重像と名付けられた。なお、本種を記載した松本彦四郎が当初命名した和名はミヘステゴドンであったが、後に三重像と改名されている。全長8メートル。 高さ4メートルの大型の像で、日本国内で見つかっている。哺乳類の中では最大である。中国の高画像とは同種もしくは禁煙とされている。三重県内十数箇所で化石が発掘されているが、全身骨格はまだ発見されていない。2009年4月30日から5月9日にかけて、三重県鈴鹿市の温辺川で、 三重県立博物館による足跡の発掘調査が行われた。2014年に開館した三重県総合博物館では日本各地で見つかった三重像化石を収集して全身骨格を展示している。また、同博物館の建設現場からは2011年5月2日に三重像の足跡化石45点が見つかったと発表され、 鈴木秀高三重県知事も視察に訪れている。2016年5月、日本地質学会は47都道府県の県の石を選定し、三重像を三重県の化石に選定した。ありがとうございます。